ジャニサンスクリチェンスフォントによるデーバナーガリーの工事、どうや、ユニコードでは7つの文字の列を元にお描画しなければならない。あるアリビアについて描画処理の各段階を示す。1行目は処理前の字の様子である。複雑なテキスト描画を行わないアプリケーションでは、このように表示されることになるであろう。2行目は双方向テキスト処理の機構が働いた様子。三行目は、 グリフ地観によって、それぞれの字が文脈に応じて描画された様子。複雑なテキスト配置では、コンピュータでのテキストデータ処理において複雑なテキスト配置あるいは複雑なテキスト描画と呼ばれる技法について解説する。これは、入力されたテキストデータを画面や印刷紙面に表示する過程で複雑な変換が必要な用事形の組み方式のことである。 そのような処理を必要とする用事形や、初期形を複雑な用事形あるいは、コンプレックステキスト語を呼ぶこともある。このような用事形では、保存されたテキストデータは表示される結果に単純に対応していない。以上に挙げたような表現は、ソフトウェアの国際化の分野で用いられている。複雑なテキスト配置が必要な初期形の例としては、 アラビア文字やブラーフミー系文字の用字形が挙げられる。複雑なテキスト配置は合字の考え方を一般化したものと言える。ラテン文字などの多くのアルファベットに属する文字体系では、リガチャは通常、神秘的な観点から考慮が払われるだけの複字的なものだが、アラビア文字などを適切に組み反するために必要となる。リガチャとラテン文字などの筆記体の組み反で必要となる。 それとには本質的な違いはない。一方、漢字の文字の多くは複数の構成要素の組み合わせとなっているため、合字として表現することもできなくはないが、通常は文字を一つ一つ符号化している。そのため、組版には技工的なレイアウト技術を必要としない代わりに、多数の活字が必要となる。リガチャを考慮しないやり方の例としては、ギリシア文字の5マ系のシグマがある。 これは通常のシグマに対してこの終わりの文脈で用いる時系変種である。ユニコードでは両方の変種を別々に U プラス 03C に及び U プラス 03C3 として符号化している。この場合、整列や比較の際にはソフトウェアの側でデルタカイオタラムダラムダイプシロンのような文字列を デルタシグマ海洋タラムダラムダイプシロンシグマと同等とみなして処理しなければならない。ユニコード標準ではソフトウェアに対してとシグマを正順等価あるいは互換等価であると扱うように求めてはいない。コンプレックステキスト言語で解決しなければならない。問題としては次のような性質がある。A. コンプレックステキストレイアウト A. コンプレックステキストレンダリング A. コンプレックススクリプト A、コンプレックステキストランゲージ実際、歴史を見ると、アラビア文字はもともと、ナバテア文字の筆記体に過ぎなかったものが、4世紀頃から文脈に応じた、時系変化が必須となったのである。ありがとうございます。